チェルシーで長年にわたって活躍したほか、アルマドリードやミランなどでもプレーした、元ガーナ代表 MF のマイケル・エッシェン。14年の12月には、プレミアリーグでとんでもないスーパーゴールを叩き込んだこともあった。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、中盤の大黒柱して、決してゴールを量産する選手というわではないが、ビッグマッチで衝撃的なゴール記録してみせたことも少なくない。8年間在籍、タチェルシーでは2度のクラブ年間ベスト5、ル賞も受賞している。そのうち一つは2008-09シーズン、チャンピオンズリーグ準決勝のバルセロ、戦で決めた、ダイレクトボレー。エリア手前で、気球パスに合わせ、左足で、クロスバーの下を、く絶妙なコースへと叩き込んだ一撃だった、マベストゴールに選ばれた、もう一つのゴールは、2006年12月10日に行われた、アーセナルとのロンダービーで決めたもの。プレミアリーグ公、ツイッターアカウントでは、今月3日にエッシェンが38歳の誕生日を迎えたことを祝ってこのルを紹介している。現チェルシー監督であ、フランク・ランパード氏が、左サイドからのパスを、ペナルティーアーク手前で受けると、肩から駆け上がってきたエッシェンに、落ちとゴールまでは、まだかなりの距離があったが、わず振り抜いた右足から放たれたボールは、すと左に外れるかと思われたコースからしるような弧を描いて、ゴールマウスを捉え、イン・スレーマンの伸ばした手も届かないギリギリのコースからネットへと突き刺さった。ページ、動画、その距離からそのコース。チェル時代のエッシェン、アーセナル戦のゴール、すごい。